本日はご多忙の中ご来場賜り誠にありがとうございます。ただいまよりチームマスコットウルド君の 2021-22 シーズン契約更改記者会見を始めさせていただきます。はじめに本日の出席者のご紹介です。左から順にチーム代表横井シニアゼネラルマネージャー、チームマスコットウルド君、そして本日は多数のメディアの方にお集まりいただいております。それでは早速ですが、チームを代表して横井よりご挨拶させていただきます。どうも皆さんこんにちは。そしていつもウルフドッグス名古屋への応援誠にありがとうございます。今日はこういう形で、このウルド君と新しい 2021-22 シーズンの契約更改ができたということを皆さんにご報告できる、本当に嬉しい機会となりました。実はウルド君はサッカーチームからもオファーが来たりですね、いろいろ競合がある中、やっぱちょっとこれは契約更改を急がなきゃいけないということで、今日に至ったというか、無事契約が完了したということを皆様にご報告したいと思います。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。続いて質疑応答に移りたいと思います。質問のある記者手を挙げて お願いします。はい、はい、じゃあウルそちらの方。入社10年目になりますウルド TV の試合をといいます。ちょっと待って、ウルド TV これで3人目なんですけど、最初内山選手来て、その後前田選手来て、あでも10年目のベテランなので、大ベテランさん、はい、大ベテラン来てくれました、はい、今日はありがとうございます。では質問どうぞ。昨年はウルドラ役1年分とのことでしたが、契約更改にあたり今回はどのような形になったのでしょうか。はい、ちょっと契約更改内容については本来は当事者間の秘密ということになっておりますので、ウルド君がいいよと言ってくれればなんですけど、もちろんまずはウルドラ役1年分というのはもうこれは去年の働きからしてもう当然だと思いますし、あとですねやっぱりいろいろ交渉していく中でさっき競合の話もありましたんで、もう少しプラスアルファをしなきゃいけないなということで、ウルドパンをですね出来高払いということでつけさせていただきます。江戸っ子 TV の山近です。 TV? TV TV 江戸っ子 TV さん、はい、初めましてですね。初めましてです。そうです、はい。ウルド君の活動について前回も評価されていましたが、今回の綿棒アップについて前シーズンよりも評価したところをお聞かせください。一生懸命いろんな活動に参加してくれまして、試合会場で皆さんにこうご挨拶したり、本当なかなかコロナ禍で直接皆さんと触れ合えなくて大変申し訳ないんですけど、コートサイドで少しだけ立って手を振ったりっていうのはもちろんしてくれてます。でもそれ以外にウルフドッグス名古屋が今やっている地域でのいろいろな活動ですね、本当学校訪問であったり挨拶運動ですね、であったり、あるいは清掃活動であったり、いろんなこう地域の皆さんといろいろ一緒にやらせていただくようなところに必ずウルド君は出席してくれて、そして特に最近小学生のお子さんなんかはもう遠くの方からでもウルド君を見つけるとバーッと寄ってくるぐらい、やっぱり知名度というか認知度も上がっているのかなっていうところはかなり今年は評価対象にさせていただきました。それからですね、ウルド君が実はウルド君のツイッターアカウントを開設してくれました。でこれがですね、フォロワーがぐんぐん伸びてるかな、そこそこ伸びてると、特に体育館の周りなんかをこう、お散歩をしている、ワンちゃんとですね、お友達になると、缶バッジを、進呈してウルド君のウルトモっていう形で皆さんにもツイッターなんかにも登場していただいているっていうようなことで、本当に地域の皆さんと触れ合っていただいているっていうのが評価ポイントだと思います。地域の方々、横井さんとウルド君の記憶に残るエピソードは何かございますか。そうですね、いっぱいあるんですけど、ウルド君のさっき認知度が上がってきたって言いますけど、例えば朝清掃活動をやろうとするときに近くにマンションがあるんですけど、マンションの高い塔のところからですね、親子の方がご覧になってて、あウルド君がいるっていうことでわーっとこう走って駆けつけてくださったりとか、そういうような今地域では状況になってまして、もっともっと全国の皆さんとも触れ合いたいと本人は思っていると思いますので、もっともっとそういうところを期待しています。2021-22 シーズンでウルド君に期
待することはありますか？はい、今まで通り地域の人たちとの触れ合いをウルド君にぜひつなぐっていうことをやっていただきたいなっていうのは思いは もちろんですけど、それに加えてさっき のツイッターでの、情報発信ですとか、ウルド君の、本当にアカウントができたっていうのはすごいことだと思いますんで、もっともっと皆さんにチームのいろんなこととか選手の個性とかこんなことで選手頑張ってるんだよっていうようなことを実は、ウルド君が伝えてくれたらなっていうような思いもあります。はい、ですから期待することはいっぱいなんですけど、でもウルド君らしく本当にやってほしいな、そういうふうにも思います。はい、横井さんありがとうございました。ありがとうございました。ここからはウルド君への質問に移ります。質問ある方挙手お願いします。はい、はい、じゃあそちらの方。先ほど横井さんも言っていましたが、ウルド君自身今年2021-22シーズンへの意気込みを目いっぱい体で表現してください。よろしくお願いします。お願いします。やったー。はい、じゃあそっちの方。司会の方にも意気込みをやっぱ俺が体で表現していただきたいなと思います。いきます。頑張ります。小さな お友達への接し方に試行錯誤されていましたが、うまくなりましたか？どうですか、ウルド君。グッド。体で表現してもらっていいでしょうか？あ、ウルト君だ。お、おいで、おいでおいでって言ってる。逃げて、え、あ、それで心つかめる、ウルト君。あ、心つかめたのね。気持ちを引き出すそうです。ちょっと何言ってるか分からんけど、気持ちを引き出すのね。なるほどね。はい、そちらウルド TV の方で。今年は年俸にウルドパンが追加されましたが、それを希望された理由を教えてください。アンドトレスのパンが美味しそうだったかを体で表現していただけますか？はい。自動で美味しそう、あれ。昨シーズン一番嬉しかったことは何ですか？じゃあどうぞ。はい、なんて書いてあります？ウルドにもファンレターがたくさん届くようになったと。おー、すごいね、ウルド君。じゃあその嬉しさを体で表現してください。体でまたり表現。じゃあそのファンレターが届きましたでいく。はい、ウルド君ほらファンレター届いてるよ、どうぞ。やったぞーっていう感じ。記者の方たち質問なんですけど、昨シーズン一番嬉しかったこと何かあります？何ですかね、負けてしまったんですけど、やっぱ3位になれたことはやっぱ嬉しかったですね。7位、おととし7位からね、はい、3位になったからね、上がったね、それは確かにそれは嬉しかったですね。悔しさもあったんですけど、嬉しさもあったと。そうですね、そうだね。山近さん何かあります？サーブでサービスエースを取った時ですかね。おあまりサービスエースを取ることがなかったので今まで、はい、なんで昨シーズン取れた時は嬉しかったです。でサーブ打ってそのエース取りましたで喜びちょっとしてみる。おかしくない？一回やってみようか。じゃあ、はい、一回だけサーブを打ちます。はい、打って、はい、決めた。おお、去年の会見で公約したツイッターが大人気ですが、今回も何か新しいことを始められるようでしたらお聞かせください。そうね、あ、そうね、
去年契約更改でツイッターがで作りますって言ってめちゃくちゃ今人気ですからね。他になんか宣伝とかあればどうぞ。はい、1フォロワー1万人、2バキさんと勝利のダンス、いや嫌です。以上をもちまして会見を終了させていただきます。新シーズンのウールド君とチームの活躍にご期待ください。ではまたねー。